モーニングジャムは FM 福岡で月曜日木曜7時30分12時30分金曜7時30分10時55分に放送しているラジオ番組1992年4月にスタート同年3月まで放送していた面白モーニングマーチを受け継ぐ形で番組開始当時のパーソナリティであった竹内いずるが続投した 1995年の9時17時の通称レーベルビート925の午前パートであるビート925モーニングジャムとしてリニューアル。1997年4月に早朝時間帯再編と同時にビートモーニングガムボの終了で後半パートを9収。8時20分11時になる。翌1998年春で竹内に代わり中島孝二が登板。 番組名に中島の愛称である中地と番下横の名字を冠とした中地番モーニングジャムに改題。2003年3月で番が降板と同時にモーニングジャムにタイトルを戻した。2013年4月に早朝時間帯再編し、長きにわたり放送された早朝生放送が終了。6時台が5時台から繰り下がってきたより抜きラジゴン、より抜き。 ブチカンという録音放送となってしまったため、早朝対番組の要素を含ませる意味合いもあって7時30分10時55分の放送となる。2016年4月に平日11時30分11時55分に放送されてきた NTT 西日本ミュージックサロンの月曜引く木曜版を終了し、スーパーラジオモンスターラジンの放送時間を30分。 繰り下げて月曜引く木曜7時30分12時30分を拡大。そのため、金曜7時30分10時55分以外は、坂本美優のディアフレンズを内包し、現在に至っている。おもろい家族という番組内人気コーナーより、リスナーからの投稿をまとめた、おもろい家族本を2001年に出版。その後、二千十五年2冊目となる、CD 付きの、聞ける。 おもろい家族本なども出版されており、2019年2月10日には3冊目となるおもろい家族本が発売された。半年に一度、半期に一度のリスナー感謝ウィークが2.3週間にわたって行われる。子は、ま、産休中の代ダ打ダパーソナリティ2020年7月、現在。10時55分までは、本社1階、AIG スタジオからの放送で、 月曜く木曜のみ11時30分以降は6回、A スタジオに移動し非公開放送。ありがとうございます。